縦に長いトールボーイ型スピーカー上から順に1、スコーカー、2、ツイーター、3、ウーファー。一番下の穴はバスレフポート。トールボーイ型はスピーカーシステムのエンクロージャー形状の一種。前方型確定面積が小さいフロア型、スピーカーシステムの通称。トールボーイ型のスピーカーとは背が高く幅の狭いエンクロージャーを持つスピーカーである。 客台があって床置きできるものが多いので、その意味ではフロア型であるが、従来のフロア型が、それなりの幅と奥行きのある、大きなものであるのに対して、箱よりは棒に近い外見を持つものをこう呼ぶ。この型に近い外見を持つものは、古くからあるが、流行するようになったのは2000年頃以降である。参考文献に示した、整備堂の本では1995年のそれでは、 この型に類するものはほとんど紹介されていないが、2000年のそれでは低価格帯より多くのシステムが紹介されており、2009年のそれでははっきりと一つのジャンルとして明示され、小型、大型と並んで紹介されている。AV 時代になり、従来の大型フロア型や大型ブックシェルフ型に変わって、2000年代では主流となっている。幅や奥行きが小さい分、 全高を高くして溶石を稼いでおり、ウーファーも8から16センチ程度の比較的小口径のものが使われ、透過的に大口径に匹敵する特性を得るためにウーファーをダブル駆動あるいはクワッド駆動しているものもある。大型テレビとのマッチングも良く、インテリア性や設置性も優れ、小口径の割に低音域特性が良い。もう一つの特徴としては、 設計上バイワイヤリング接続にも対応している。小型スピーカーでは、サイズの関係上、どうしてもシングルワイヤリング接続にならざるを得ず、広域部分と低域部分の信号が干渉し合うことになる。しかし、トールボーイ型では、広域部分と低域部分の信号をバイワイヤリング接続することによって、音声信号の分離出力が可能となるため、 互いの信号が干渉しないクリアな音質が得られる。しかし、縦長の形状のため、低音域の最低強振周波数付近で共鳴を起こしやすく、ブーミーになりやすい欠点もある。別の視点からは、小型スピーカーの進歩が、トールボーイ型の流行の元となったという説もある。小型スピーカーは一般に、大型のそれより劣る面が多いと思われがちであるが、例えばその小ささは、 ステレオ再生の上では大きな利点でもあり得る。そのため近年の技術的な進歩によって小型スピーカーでも優れたものが数多く出るようになった。しかし以下のような点が問題となる。一つは必然的にスピーカーをある程度の高さまで持ち上げなければならないこと、また良好な再生のためにはその周囲を大きく開ける必要があることである。つまり、 家具の上に置くような方法ではその性能を発揮することができず、開けた床の上にスピーカースタンドを置いて、その上に設置することが求められる。そのために、スピーカー本体は小型でも高価なスタンドを用し、またその下や周囲がデッドスペースとなってしまう。もう一つは、低温再生のためにはやはりエンクロージャーの体積が大きい方が有利であることである。 この両者を解決する方法として、スタンドのあるべき空間までエンクロージャを延長してしまったのが、トールボーイ型である。実際、優秀な小型スピーカーを販売しているところは、その兄弟機としてそのまま下にエンクロージャを延長したようなトールボーイ型を販売しているところが、多い。ありがとうございます。